そう、秋の植物の花粉かな。バリ笑う。猫キャットさんハートありがとうございます。オフィスエラインじゃないです。オフィスエライン私通知切ってるから通知来ない。14人もいたらうるさいからさ。まあもう動かないんで別に動かうるさくないんですけど全然。はい、今日はですね公演をねさせてもらいました。まあ2連続でグリーンとオレンジで人参だなぁキャハッなんて思ってましたね。ええ、思ってましたよ普通に。公演しまして、まあ、普通に公演が終わりまして、あーでも、でも私その時にもうなんかおかしいだと思ったんですけど、まあ今日ですね同期の上島楓ちゃんが卒業発表しました。びっくりですね本当に。ニコラスさんハートありがとうございます。切ってんのかよ。あんたになんか文句言われたくないんだけど。誰あんたって感じや。もう5期生だったら文句言ってもいいけど、別に5期生じゃない人にそんなこと言われても困ります。そんなこと言われても困ります。そんななんか剣の腰でやるのやめましょう。ゆかりんさんお疲れありがとうございます。そうマジでやばい、めちゃめちゃ目カピカピ。そうなんですね。なので今日はですねそんな感じの日でした。いやー泣きましたね今回も。まあ、今回は、うん、前回とか言ってすごい前、さらちゃんが卒業発表した時はなんかもう立ってられなくなっちゃって、なんか初めてだったからパニックになっちゃったんですね私も。なんかもう何が何だか分かんなくて、でも今回はもうちゃんと自分の足で立っていようと思ったんですけど、ねねさんがねすぐね駆けつけてくださったんですよ。めっちゃかっこいい。ねねさんありがとうございます。そう途中で消えていきました私は。そう途中で消えてでも帰っていきました。そうですね、お見送りもちゃんと出たいなと思ってたので見送りにも出れました。でもちょっと市松礼とか入れなくて申し訳ないですけど、そうびっくりしました。本当に本当に本当に許せない。マジでもう超怒りました。後でちゃんと帰れにバカって言いました。帰れにバカってちゃんと言ったんですけど、そうでもう本当にいやー何ですか、なんて言えばいいんだろうって感じ。普通にどんな感情が正しいのかが分かんないですよね。なんか、うん、慣れないですね。まあ慣れたくもないんですけど全然。本当に悲しかったです。本当に嫌でした。悲しいです。寂しいし。まあでもなんかね、いろいろあるらしいじゃないですか。まあ、まだ私も詳しいことは知らないですけど、まあ、楓が決めた。だったら楓が楓のために決めたんだったらそれをね私がなんかギャー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 言ってのもちょっとどうかと思うんですよ。だから何も言わずはちょっと無理ですね。文句言わずに応援しようと思います。悲しいよな。でも寂しくなりますね。でも会えないわけじゃないと思うんですよ。私はそう信じています。また会えるねとか言ってまた全然いるんですけど帰る。びっくりしました。もう結構決まってるんですね。1月に卒業されることで、いやー嫌ですね。ニコラスさんお疲れありがとうございます。そうですね、なんだろう、うん、悲しいけど、それまで思い出でも作るかなって感じですね。意外に大人ですね。まああなたの常識からはもうあなたの中で計り知れる存在じゃないってことだね。ははーん甘いな。そうですね、なんかまあ私が他人の人生にとにかく言える権利ないし、普通に楓が幸せだったらそれでいいわって思います。
と言いつつめっちゃ普通に涙は出ますよね、やっぱり。シドミフライさんハートありがとうございます。イエイ、ハートハート。なんかさ思うんですけど、なんかあれじゃないですか、何を言いたかったのとかわかんないんですけど、でもちょっと前にあのね楓をね誘ったんです、遊びに、一緒に遊ぼうって。なのでもう約束してる日があるんですよ。その日はもう楽しみにしてて、ずっと前から今も楽しみです。怒ってるんですけど私はまだK さんかわいい、ありがとうございます。猫キャットさんライフウォーターかな、ありがとうございます。まあ思い出をたくさん作りたいなと思いますし、皆さんもたくさん楓との思い出を作ってください。なんだろうな、もうまたしばらくこれで私一末連の前の句、あのそれじゃあ皆さん挨拶しましょうかっていう時間が一番嫌いになりますね、1ヶ月間くらいは。本当にそのサラちゃんの時と一緒です、もうトラウマになっちゃいました。もうバカ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 、でも今日はねずっとね高3ラインが動いてるんですよ。高3ラインがずっと動いてて通知が100件とか来るくらいめっちゃ喋ってるんですね。だからそれはちょっと幸せ、こういう風にね。もう本当にバカ楓って何なの、ああもうしいな。もう本当に本当にやだ。生誕ラッシュのはずのに通常声するってのは怖いよ。でも多分ですけどあんまさせてほしくないと思ってると思います。私だったらちょっといいですね。なので。何にも気づかないふりをしてください。絶対何も知らないでいてね。何も知らないふりをするんです。ずっともしかしたらとか考えないで、ただ純粋に来てほしいなって私だったら思うから、皆さんもそうしてほしいですね。同期には事前に話してもらいたいよね。でもそうすると私たちがなんか悲しい顔とかするとファンの皆さんがなんかこうざわざわして、それやっぱりなんかちょっとこう気づいちゃうと、だから別にいいかな。ご飯食べて、美味しいもん食べてね。スタバ飲んだスタバ飲みました、大きいサイズスタバの大きいサイズを飲みました。私はもう怒りに身を任せて飲みました。したらめっちゃお腹いっぱいになっちゃって、今日の夜ご飯食べれなかった。あんまりサラダ食べました。サラダとあと帰りにどうしてもおでんが食べたくなって、おでん美味しかった。我慢しなくなっちゃってんけど、もうないめっちゃ泣いたの。大きいってベンティー、ベンティーはちょっと無理かなと思って、ベンティーの1個下ってなんだっけ、ちょっとそこら辺のやつなんだっけな、忘れちゃったけど、トールとベンティーの隙間のグランデだっけみたいなやつを飲みました。美味しかった、めっちゃ美味しかったけど、本当に頭めっちゃ痛くて、私あのアイスクリーム頭痛みたいなやつめっちゃするタイプなんですよ。で頭痛いって言いながら飲みましたバリ嫌なやつ。本当に嫌なんです。でもなんかね、どうしたらいいんですかねまあでもやだーしか言えないんです。
友達がカエルちゃんの卒業発表焼きサイドのペペロンチーノ焼き食いしてました。私も今日ペペロンチーノ焼き食いしようかと思ったんですけど、スタバがちょっと胃もたれしすぎて。スタバに切れるわかにゃん、話聞こう。スタバには切れてないよスタバに切れてたら私はちょっとやばい女でしょ。話ちゃんと聞いてください。私はスタバに切れてるんじゃなくてカエデに切れてるのそれはそれで理不尽なんだけど、スタバはスタバさんは何も悪くないです。いつも美味しいものありがとう。頭痛いだけ、頭痛いのも私のせいだから別にそれは誰も悪くないですよね。話を聞きなさい。語弊でしょうが、だいぶただの嫌な女じゃな、それは。私聞いてないです。変なこと言わないの。とりあえず今日は気持ちの整理がつかない。そうだね、そうだと思う。楓推しだもん ね、 そうだよね。今日もね、たくさん楓さんのファンの方がいっぱいいらっしゃって、なんかもう本当にね、ちょっと私も辛いし、みんなも辛いしと思って。そうだよね、そうだよね。そういう日はね、たくさん自分の心のままに、まあ泣きたかったら泣いて、あったかいもの食べて、あったかいお風呂に入って、あったかいお布団で寝ましょう。これしかないと思います。っていうか私明日撮影なんですよ、朝から。うん待ってみたいな、うん目腫れてるんだがと思って。もう本当にこれはもうだいぶ映りが不細工だったらマジで楓に責任を取ってもらいます。楓ちゃんもうさ、やなんだけど、私朝からさやるのやだ。ちょっと前もね、さなちゃんの卒業発表の次の日か、卒業後の次の日かな、もう誰かがね撮影だったんです。で目絶対腫れるじゃんっつって、それはさらに言おうっつって、さなが悪い、絶対さなが悪いからそれはって言って。生写真やばいね、生写真の撮影って言ってないです。勝手に言っててもらって、まあ何でもいいですけどね、どうでも勝手にしてください。そう、なんかもう本当にね、私はもう超怒ってます今もうそうなんです。だからね、みんなもね、たくさん泣いていいんだよ、勝手に泣きましょうみんなで。もう本当にやだね、ちょっと待ってね。Kさんハートありがとうございます。こにゃんねがすがみします、ありがとう。うん、ゆっくりしてくださいね、ゆっくり寝るんだぞい、寝るんだぞい。 K さんハートありがとうございます。あ、15分経ったよ。138日です。目がめちゃめちゃカピカピ、ありがとうございます。138日女です、ありがとうございます。いやー、ね、ちょっと待ってね、コメント読むね、コメントじゃなくてギフト。猫キャットさんファイト、ありがとうございます。頑張る、頑張っちゃう。あー、めちゃめちゃ目カピカピ。あー、取りたい、コンタクト取りたい。ビューアップ団長さん尊い、ありがとうございます。ニコキャットさん拍手ありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。大阪のターサーさんブラボーありがとうございます。なんだろう、公園から涙出てびっくりしすぎて涙出てお風呂入ってみたんですね、涙出てきた。こうなんで時間差できたりするよ ね。ゆっくりたくさん泣いて、たくさんいろんなことを考えてください。こういう日はね、いいんじゃないって。明日日曜日だからさ、よかったよね。お休みの人も多いんじゃないかなと思うんですよ。まあお休みじゃない人もいると思うし、お休みじゃない人私と一緒に恨みながら頑張ろう頑張ろう。お休みの人はたくさんね、もう泣いて、もう寝てください、いっぱいいっぱい寝て、いっぱい落ち着いてください。伊藤駒さんバラありがとうございます。大阪のターンさんハートありがとうございます。西部さんファイトたくさんありがとうございます、頑張ります。ニコラスさんハートありがとうございます。
ゆかりんさんもファイト、ありがとうございます。本当に明日なんていうのこれ、肖像フェスかな、イベントで楓ちゃんと会っちゃうんだよな。もうかわいそう、みんなもう本当に意地悪楓はもうでもね、みんな多分これからね、楓はもっと可愛くなっちゃうわけですよ。なんでですかね、やっぱ終わりに近づくともうどん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 可愛くなっちゃうし、キラキラしちゃうんですね。皆さんもう一瞬一瞬を大事に大事に、胸型フェスっていうのは全然、肖像フェスって何ですかそれは、知らないものを言わせました。難しいね、すごい詳しい人がいつもコメントしてるやつに、こういう時ばっかみんなコメントするんだから胸型フェス難しい、全然わかんないです。胸型フェスをが何ですか、ああそれがあれなんですね、なんだ出演されるということで、たくさん目に焼き付けてください。知らないんだ、なんか福岡の地名だよねきっと、それ難しい寂しいですね。あー、もしかしたらお腹減るかもしれない。いや、わからんわからん。キセラのノープランもう一度見たい人生でした。ありがとうございます、思ってくれるのはすごく嬉しい。でもね、永遠にね続かないからね、それは素晴らしく見えるのだよきっと。一生キセラがノープランしたらきっとみんなはね、もっとノープランを好きになってくれないから、それはね悲しいことだよね。マカニャのパフォーマンス見たい。12時から DMM 始まりますよ、また見てください。その時にでも、あー目カピカピなんだけど本当に、あーもうめっちゃ目カピカピする、もうついに眠たいです、あと疲れました今日、はあ、もうねもう今日もね朝から起きてねたくさん動いてね、だから泣いてね疲れてたの、私も泣いたらさ疲れませんか、私すっごい体力使うタイプ、もう超疲れた。最高の失敗、最後まで全力で応援します。それはきっと楓も喜んでくれるよ、わからない、楓がさまたもしね、まあちょっと何するのか知らないけど、卒業した後もしね、まだ芸能界とか皆さんが関わる場所にいてくれるんだったら、それでもまた応援してあげてくださいね。もし普通にもう私は辞めるよって、芸能界も辞めるよってなったら、もう思い出の中に撮っといてあげてください。ちょっとさ、なんか話したかもしれないの、もしかしたら卒業のスピーチで。でも私もう話ほぼ聞こえなくて、もう泣きすぎて、自分のね、あのおえつがね聞こえてて、あもう話聞けなくて、後で DMM で話聞くんですけど、あそこでなんか言ったらごめんなさい。めっちゃ疲れた。私はね、なんかね、なんか赤ちゃんなんですよ、こういうところ。もう私、めちゃめちゃ泣いたら超眠くなっちゃうの。いつもね、涙、泣いた後、そのまま、ね、寝落ちするくらいね、疲れちゃうんですね。猫キャットさん、ライフハート、ありがとうございます。
れるよね。皆さんも今日泣いちまった人は疲れたでしょうから、私と一緒に早く寝ましょう。でも私今日絶対湯船浸かるって決めてたの。でも湯船あるから湯船使って寝ます。やばい、本当に眠たい。もうビワプ団長さん、ハートありがとうございます。明日も早いしね、頑張ります。いや、目が腫れなければ何でもいいや。別に残りは別に眠くても大丈夫。ただちょっと目だけ腫れないでほしい。でもこすってないから目大丈夫じゃないかなと思うんですけど、どうだろう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 。はけた後のウエッツ、はけた後私持ってないからな、マイク。私じゃないかもしんないですマイク持ってない。マイクに聞こえるくらいのウエッツだったらもっといろんな音入っちゃってると思うから、マイクは私じゃないかもしれない、私かもしんないけど、もうはけた後はマイクはもうすぐどっか行っちゃいました。スタッフの方に担ぎ込まれて、私またこうやって担がれて裏のなんかベンチに座りました。私はそう、スタッフの方とかがねめっちゃね大丈夫大丈夫って声かけてくださるんですよ。それでもうとにかくもう、ね、私はもう慣れた、分かったんですね。そういう風になってた時の一番大事なことはとにかく息を吐くこと、どん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 吸っちゃうのでとにかく吐くことが大事で、もう私はもう今日はもうずっとなんかどこか冷静な自分もいたんですよ。なんか前回も何が何だか分かんなくて何も覚えてないんですけど、今回はですねとにかく落ち着いてまず息を吐く、息を吐く、息を吐くと思って頑張りました。シュガミフライさん、ハートありがとうございます。先輩たちが優しかったね。そうなんです、もうね終わった後、全部終わった後とかもなっちゃんさんとかも気に入ってくださったりとかしたし、もう皆さんがとっても優しかったんですね。なんかで前回は同期しかいなくて、まあハルタンさんとかが見に来てくださってたからいらっしゃったんですけど、ほとんど同期しかいなくて、もうみんな自分のことで精一杯みたいな感じだったんですよ。でも今回は先輩方がめっちゃ優しくね支えてくださって、なんかかっこいいなって改めて思いました。先輩ワイもこういう風になりてーって思いましたね。そうなんですね。なので皆さんも泣いてる人がいたら背中でもさすってやってください。よすよすとしなさい。よすよすしてあげてくださいね。もうさ恥ずかしいんですよ、私今日なんかすごいテンション高くて、なんかもうなんかすごいさもうテンション高くウェイ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 って踊ってる時の動画とか見てめっちゃ恥ずかしいんだけど、もうなんかもうバカみたいでめっちゃ恥ずかしいです私。テレ本当にもう本当に嫌です。ジェスチャーゲームとか懐かしくない、今日とやったと思えないんだけど本当に。ビーアップ団長さん、ハートありがとうございますジェスチャーゲーム本当に今日同じ日なの、本当に面白い。あんなに大盛り上がりしてさ、なんでマジで同じ一日で私のテンションおかしいやろ、もう本当にやだーって感じです本当にやばい、マジでお風呂入りたくない
お風呂に入りたくないよ。いや入るけどね、入るんだけど入りたくないって言わせてほしい。とりあえずマジでやばい、めっちゃめんどくさい。お風呂に入るのがめんどくさい。お風呂ってさ、なんかわかんない、みんなはさ早いのかもしんない、髪の毛が短い人とかはさ早いのかもしんないけど、もうめっちゃ長いね。髪の毛洗ってさ、髪の毛乾かしてさ、めっちゃ長いの、本当にめんどくさい。あーどうしよう、すごいめんどくさい。あもうダメだ、入りたくない、お風呂になんか入りたくないよ。でも気持ち悪いんだよね、汗かいてるし。だからお風呂には入りたいの、でもめんどくさいのマジで。そう、あーでも別に何言ってくれてもいいですけど、別に私入らないことないですからね、もう本当に。ええいやお風呂には入らなきゃダメだよ思ってると思います。いやそりゃそうよ、入るし絶対。ただちょっとめんどくさいとは言わせてほしい、入るから、絶対入るからめんどくさいっていう言葉だけはちょっと伝えておきたい。めんどくさい、あーめんどくさい。私はねお風呂に入りたくないって言いながら髪の毛洗ってますいつも。とにかくだ、私のお風呂界で一番大事なのは、とにかくまず髪の毛を濡らす、頭を濡らすのが一番大事。したら頭濡れちゃったらもうどうするかこうするかも考える暇ないじゃないですか。絶対やんなきゃいかんくなるから、もう逃げ道がなくなるわけですね。もうちょっと今日は、寝ちゃおうかなみたいな気持ちも消えるんですよ。だから私はまず髪の毛を濡らします。もうほんとめんどくさい、お風呂、お風呂めんどくさい。なんでお風呂ってこんなめんどくさい、ちょっと全然わかんない、理解できない。あ温泉行きたい、温泉はいいんだっていう、ね、温泉行きたいです。私すごい汗を流したけど髪を乾かすのがめんどい。そうなんよマジ、髪を乾かすのがマジでめんどいんよ、マジでめんどいんよ、やばいよなあれ。なんかもうちょっと本当に嫌になるもん、なんか邪魔ーと思う。取り外し可能にしてほしいな、髪の毛洗濯機で洗えるようにしてほしい、ほんでもって、ほいってほいしたいです。なんかな、温泉は別なんだ、温泉疲れてるから温泉に行きたいだけ、普通からん。なんか温泉のさ、なんか分からん、温泉って本当にさ効果ないあるのかないのか知らないんだけど、でもなんか多分効果あると思うんですよ。なんかプラシーボかもしんないけど、疲れを取りたいです。本当に今はね全身をねマッサージしてほしい、保護されたい全身。いやーもう眠りたい。やだゆかりんさんファイト、ありがとうございます、頑張ります。いや頑張る、頑張れるのよ、ただめんどいのよね。ピエンさすがにそれはピエン、いやどうしたらいいんだ。いやはあ頑張ろうっと頑張っちゃうぞ。いやーとりあえずお風呂に入るまでに悩む時間が一番無駄なので、とりあえずもう終わった瞬間にもう2秒でお風呂に入るぞ、そして寝る、もうどうでもいい、全てを
すべてをもう薙ぎ払いながら寝ます。これを目標に私は生きていくから、もう私は負けないから、私はもう寝るから絶対に何よりも何よりも寝るから。いやー本当に頑張って寝るからね、任せて、絶対任せて、まず絶対絶対に、さすがに日付変わるまでには寝るわ。今日はさすがに、さすがに寝ますね。これはもう私はいけると思います。自分を信じている私は、とっても寝るわ。もう2秒でお風呂入るわ。2秒でお風呂入っても2秒で上がるわ。もう絶対やります、私やってやりますから見ててください、みんな私を応援してください。2秒しかお風呂に入らない私を応援してください。私はね最高記録3、40分あればあの終わるんですね、すべてを。もう本当に急げばもう音速です。見てていいのか、あもうどう思いますか、私は見てほしいと思ってるタイプ。見ててくださいね。まあそういう意味の見ていてくださいじゃないんですけど。せめて12秒。いやそんなダメですね。ちょっと長いですね。22秒はちょっと長めかなって感じがしますね。やっぱね、せめて一桁かな。いくらなんでもちょっと長いかな。さすがにちょっと長いかな。本当にめっちゃね、あのマジで、ね、早く。見てほしいか見てほしくないかといえば絶対に見んなって感じでもありますね。さすがにちょっと無理です。それはちょっと無理です。ああ眠たい。私どれだけ早く髪の毛を洗えるかな。もう私の手がさ5倍くらいの速度で動いてくれるか、手が6本くらい生えてくれればいいのに。そしたらもっと早くさ終わるよね、お風呂だって。髪の毛を乾かすのだってもっと早いと思うし、本当にやだ。もう本当に、いやもうなんでお風呂って入らなあかんねやろ、なんかめんどいわ。もうお風呂本当好きじゃない。いやお風呂は好きなんやけど、めんどくさいなって気持ちが強すぎる。なんかさ、静香ちゃんっているじゃないですか、いつもお風呂入ってる子。でもあの子なんか髪の毛洗ってなくない？いつも髪の毛縛ったままお風呂入っとるような。それはさ別にきつくないよな、普通に考えて。湯船に浸かるのはそんな別にめんどくさくないやん。めんどくさいのはさ、どう考えてもさ髪の毛とか洗うことじゃない。ただ湯船に浸かることだったらさいいよね。静香ちゃんっていつ髪の毛洗ってんのやろ。あんま見たことないな、髪の毛洗ってるとこ。髪の毛ちゃんと洗ってるんやろか。どうなん代わりに入ろうか。入って、まあ、私も入るんやけど入ってそれぞれ入って、みんな入ろう。さすがにお風呂は、お風呂は入ろう。静香ちゃんはいいよなと思います。でも静香ちゃんくらいさ静香ちゃんくらいあの髪の毛短かったら楽よな。そこまで短かったら結構早くお風呂上がれそうやけどね。あ、静香ちゃん見習って頑張りますわ。静香先輩かっこいいっす。一生ついていきます。チェンさんファイト、ありがとうございます。お風呂ではどこから洗うタイプ、こだわりとかないです。私お風呂好きじゃないので、なんかそういうのどうでもいいなと思っちゃって、あんまな分かんないです。それにしたところでって感じですよ。心理テストですか。当たんないと思います。短い方が楽。それはそうよね、それはそう。私人生で短かった時期、まあそれあるんですけど、
楽でしたもん。もうすぐだったお風呂が、もうなんか2秒、それこそ本当に2秒、マジで髪の毛流してもうシャカ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 してすって洗ってもうすぐ終わって、めっちゃ楽だった記憶ありますね。いやー、まさかこんなにめんどくさいと思わなかったね。土肌は床から洗う人、あ、それで言うと私も床とか流したくなりますね。確かにそれはそうかもしれない。ワンチャンそれはそう。あ、鏡かも。それで言ったら鏡パッて流すわかも知らない。どうでもいいんだ私、自分の風呂の順番とかあんま気にしたことない、記憶ないし。私ずっとお風呂入ってる時文句言ってるから、めんどくさいめんどくさいってお風呂入ってる時はなんか私はお風呂っていうことだけで終わらせるのが嫌なので、なんかよほど元気がないか、もうよほどなんか私の機嫌が悪い時以外は大体喋ってます。ずっと一人でなんか喋ってるか歌ってるかして、とにかくこの時間が早く過ぎ去ればいいと思ってごまかしてますね。頑張ってます。お風呂という時間を乗り切るために頑張ってる、いつも。てか自分が何から洗ってるかとか分かんないんだよね。とりあえず気がついたらお風呂が全部終わって、私はもうすっきり外に出ます。そして寝ます。髪の日乾かしてる時間も動画見ながらやるんですけど、動画見ながらやるとなんかやっぱ時間かかっちゃうので、そういう時もなんかブツブツ文句言いながらやって、しゃっくりずっとね、なんか発声練習みたいななんかことしたりとか、あとは他にもなんかまあなんかしたりとかしながらやりますね。でも両手はマジで人生で一番効率よく素早く髪の毛が乾かせるように、もう複雑に手を動かしながら髪の毛乾かしてます。ほんとめんどくさい、髪の毛乾かすのが一番嫌い。人生で一番嫌いな時間は、私髪の毛乾かす時間っていうし、一番無駄だと思う時間はって聞かれたら髪の毛乾かす時間って答える。それくらい私髪の毛乾かすの大嫌い。でも髪の毛って乾かさないとめっちゃ痛むんですよ、多分ですけど。なんでもシャーなしで乾かしてます。そう、私好きで髪の毛乾かしてるわけじゃないんですね。なんかもうそんな嫌なんやったら乾かさなきゃいいやんって思う人もいると思うんですよ。でも私髪の毛乾かさなくて髪の毛が痛むんだったら髪の毛は頑張って乾かそうって思う。意外と偉いので。俺も髪長いから分かる、分かるか、分かってくれるかね、この気持ち。辛いよな、共に頑張っていこう、ロング族。頑張ろう。ほらこんなにあるの。私もうね、ボブでいいです。今日さ、何も知らなかった頃にさ、くるみと二人でさ、なんか私ボブにしたらこんな感じとかで写真撮ってんか、明日載せるな。めっちゃ好評やった、私のボブ。だからむしろ絶対ボブにしようと思って。だってボブにしたらめっちゃ楽やで、全部楽よ、めっちゃ早く終わる全部が。人生がもっと余裕を持って生きていけると思うから。かーかー、もう本当に本当にさすがにそれはそう、さすがにボブの方が楽に決まってる。そりゃそうなんよ。頑張ろう、みんな。まだお風呂入ってない人いる？一緒に頑張ろうな。私も嫌やで。頑張ろうぜ、一緒にお風呂頑張っちゃおうぜ。ファイト、うちらファイトだ、うちら頑張っていこう。きっといつかお風呂がめんどくさくなくなる日が来る。配信を待って毎年あげます。私も全くもっと同じです。さすがに私も一緒、もうめっちゃやだ。うわー、やだよね、お風呂入るの。みんなやだよね、わかるわかる。そやな、そやな、みんな入ってないやん。最高だぜ、頑張ろう。てか音速で1週間終わったな。フランさんファイト、ありがとうございます。エゴキャットさんジジイ、ありがとうございます。朝ちゃん派、朝ちゃんまあ楽よな。私はね、なんかでも公演の日はさ、髪の毛とかいっぱいなんかいろいろついてるし汗かいてるから朝ちゃんできん。
汗かいても布団入りたくないね。絶対絶対歯の言うほど寝落ちしない限り、寝落ちしてもだいたい起きた時に入ります。それくらい私はね嫌なの。うー眠たい、頑張る、私は頑張る、お風呂に早く入るんだ。うわーもうやだねお風呂眠たいんだ今日も。もう今日は結構起きれたかも、昼寝してない一回も、朝起きてから今までマジで一回も寝てない。結構ちゃんと起きてましたね今日は。まあ本当の予定は帰りは寝る予定だったんですけど、まあそこは置いとこう。だからやっぱ眠たいです。ここまで来ると疲れた今日も一日。お疲れ、みんなも、みんなも疲れたやろ。でもさ1週間分だから 月から金のさ疲れを土日でさ取るのってもうぶっちゃけ無理じゃない？同じ数必要やんな月から金の分をさ、私はもうあなたをその疲れを取ってあげましょうっていうのとさ、じゃあ土日月か水を休ませてくれなあかん。5日間は欲しいよな。2日じゃちょっと無理やんな。でさ気持ちとさ体のさ2個あるやんか。で気持ちをさ疲れ取ろうと思ったら結構いっぱいやりたいことあるやん。そしたらさ体を疲れたままやんか。でも体さ疲れ取るためにはさもう何もしないことが一番やんか。そしたらさ心は別に全然休まらんくない？なんか私は多分どっちかはもう心、どっちかは体っていう風にこう分けるのになんなりしないといけないと思うんですけど、やっぱりきつい。それはちょっと無理。なんかな、体だけ休めるんだったら別に2日でもいけるんやけど、心と体を両方とも休めるにはもうちょっと時間が必要やね。タカさん、お猿さんありがとうございますって思っちゃうんだ。分からんよね、両方疲れとるかもしれない。いやー私はですねこれ今日は完全に体が疲れております。もういや分からん、心はちょっと疲れてるのかもしれないけど、でもなんか別にそこまでの感じではない、普通に体が疲れた。たくさん踊りました今日、体中が痛いです、眠たいです。これは普通に体力的な疲れ、体力欲しいな、もっと体力欲しい。こんなんじゃ疲れたくない。公演終わった後オールできるくらいの体力欲しいです。私は無理だな、ちょっとそれはちょっと無理だな、厳しい、だいぶだいぶ厳しいです。いやあ38分や、そろそろ終わりにせないと、私の12時まで寝るという作戦が遂行できなくなっちまう。頑張っちゃおうかな。じゃあそろそろ終わりにして、みんなも私と同じタイミングで自分なりにお風呂に入っていこう。みんなでそれぞれソロなんで頑張っていこう、自分の力でいくんやで、みんな頑張るんやで。あ見て、私今日ポチャッコ着てた。ポチャッコ楓とさ今日ポチャッコお揃いやってんか、だからポチャッコお揃いやねとか言ったの。そしたらなんかいつもよくポチャッコ脱いでてさ、あれポチャッコはとか言って、もう今日も普通に話したのにもう本当にやばい。そうポチャッコなんです、可愛い、めっちゃ気に入ってる。これ裏起毛じゃないのがいいね、あの踊ってても熱くなら、そっか私裏起毛も大好きなの、なんか質感が好きなんだけど、でも裏起毛じゃないやつも大好き、両方大好き。ゆかりんさん可愛い、ありがとうございます。にしぷーさんお疲れ、ありがとうございます。ニコレさんありがとう、ありがとうございます。ゆかりんさんもありがとう、ありがとうございます。フランさん可愛い、ありがとうございます。猫キャットさん似合う、ありがとうございます。ネイクキャットさんもお疲れもありがとうございます。ニコラスさんかわいい、ありがとうございます。よし、ほんじゃランキング見ます。13位おたまるさしこさんありがとうございます。12位よしぼうさんありがとうございます。11位けいさんありがとうございます。10位ダーさんありがとうございます。9位マナフィーさんありがとうございます。8位ゆかりんさんありがとうございます。7位チェンさんありがとうございます。
6位東駒さんありがとうございます。5位ビーワップ団長さんありがとうございます。4位大阪のターンさんさんありがとうございます。3位ニコラスさんありがとうございます。2位ニシプーさんありがとうございます。ほんでもって1位がネコキャットさんです。ありがとうございます。みんなありがとう。いやー疲れたね。みんなもね、もう泣くなりなんなりして、もう本当に嫌だ、悲しいね。頑張ろう、頑張っていこう、みんなで、みんなで頑張っていこう。でお風呂入ろうね。いや私はね入れる、これはもう完全にこの流れは入れる気持ちになってきてるから、お風呂入るわ。よし気合入れよ、頑張ろう頑張っていこう。猫キャットさんありがとう、ありがとうございます。よし気合入りました。皆さんお風呂入る、もうお風呂入った人は寝よ、普通にやることある人はやろう。いや頑張っていこう。じゃあほんじゃ、やばいめちゃめちゃ眠たいけど私頑張ってお風呂入ってくるね。ほんじゃほんじゃほんじゃ皆さんバイバーイ、切ります。また配信したら見に来てください。それじゃねー、おやすみなさーい、バイバーイ。